こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。えー、松坂競輪場で行われている北 G2 共同通信社杯競りもいよいよ明日が、えー、決勝戦11レースになります。そちらの予想をお送りしたいと思います。はい、えー、ご覧の9選手ですね。えー、スケースハが平原幸太のみになりました。浅井は1着取りまし準決勝1着取りましたが失格で。えー 1> 繰り上がり1着が山崎健人、えー、となりましたで、えー、田舎が繰り上がったことになりますね、こちらで。えー、そして、諸橋が3連勝で、えー、完全優勝かかってますね。 えー、地元柴崎氏も、えー、二次予選から一着一着で決勝戦に勝ち上がってきましたその他、えー、渡辺和成や金子隆史もなかなか好成績だと思います、えー、そ,そんな中ですね非常に細切れとなったんですけど、えー、先手を取るのはやっぱり山崎だろうと思いまして 意外とあの他に先考争いを挑む選手がないということで山崎ペースになると見て、えー、番手、田舎の抜け出しを本命に狙ってみました。ちょっとあの手広くなるんですけど、えー、田,舎の田舎が思い切ってあの4コーナーから縦に踏んで、えー、優勝をもぎ取る。 思いい切ったた。目を狙いましたではもう少し詳しく見ていきましょうご覧の9人、えー、まずバック回数は山やホーム回数は山崎賢人圧倒,圧倒的ですね、えー、スタート回数も渡部和也が圧倒的なのでこれは前を取るのは渡部和也だと思います、えー、最終的に山崎賢人が一気に叩いて え先手を奪って田舎が追走して、えー、ここの番手,ら番手勝負にはならないと思うんでここの3番手をみんな欲しいと思うんですね。えっ、ー、と一応渡辺和ナも6回なので早地掛けはあるのかなと思っております。 3連単の支持率は平原、諸橋の折り返しですね。え2社単見ると、これを見るとですね、えー、9後、えー、諸橋、平原、やっぱり3連勝してますからね、完全優勝あるんじゃないかなということで、11倍で1番利益だってまして、裏の号泣は14.9倍です。他にですね、10倍台は渡辺、佐藤、慎太郎の えー、37、18.9倍ですね、ぐらいですかね、他はもう20倍台とか多いですね、特にグッジは均等に売れてる、頭が売れてる感じがします。 平原もまあそれなりに売れてるのは仕方ないとこだと思います。渡辺も渡辺はそれほどです。売れてないのかなとは思います。島崎はやや売れてるとこですね。で戻りまして。そうですね。こういうことなので。 基本的に山崎の3番手を誰が取るかっていう争いになっとでやっぱりひ平原もうまいです結局こう取るのは。また前取りから誰もいかなければ、えー、渡辺和恵がそのまま準決勝みたい突っ張って3番手取ってしまう可能性もあります。 まあそれ準決勝だからあの3番手取れたとも言えるわけで、えー、決勝になると平原もいますし軍事もいますし、えー、地元で燃える柴崎もいますそう簡単にはあの渡辺一成、えー、山,崎山崎が来て3番手というわけにはいかないんじゃないかなと思っておりましてそこら辺は 郡司、柴崎、平原。まあ、やや平原がこだわらないかなっていう感じで、むしろ平原渡辺を後ろに置きたいっていうところですね。で、えー、ホームぐらいから渡辺、佐藤慎太郎いるので、発信してしまうんじゃないかなと思います。で、そこを平原あたりが合わせて踏んで、3番手取った選手も、 縦に踏んでいこうとするんじゃないかなと思います。で、山崎なんですが、繰り上がりながら準決勝1着で、えー、1着なんですよね。で、えー、見てみると3日ともバック取ってる。まあ、ちょっとこれ逆に疲れが心配にはなるんですけど、常に積極的にかける姿勢というのは、やっぱり一番、 数字を見ても今開催の走りを見ても圧倒的なんじゃないかなと思いますで他はやっぱり自分が勝ちたいと思うんですよね地元を柴崎にしても短期の軍事にせよおそらく、えー、と本命せを平原にしてももちろんあの渡辺にしても3 自分は勝ちたい競争、ね、渡部和成はまあ足ためて一発だと思うんですけど他の選手は3番手を狙ってくるた,ただその中で平原は足をためたい渡部和成を、えー、よりは前にいたいっていうことなので、えー、っと3番手どうしようも取らなきゃいけないっていうのはグッジと 柴崎淳だと思うんですよね。なのでそこまでサーバー手争いになるのか軍事が前にいるんだったら柴崎を引いて4番手というのもあるかもしれないですね。まあえー、しということなので,で山崎もやっぱり。 ペースが上がる前にドーンっていけると思うんですそこでちゃんと田舎ついていけるかどうかっていうのは結構鍵になるかと思うんですね離れてしまったらもう、あのー、私の予想はないです離れたら難しいんですね軍事とか柴崎とか取っちゃうかもしれないその場合は柴崎なんじゃないかなと思いつつも 田舎はちゃんとついていってくれということで、えー、田舎の抜け出しを思い切って狙っていくことにしましたえっとね軍事と柴崎があの3番手争いだと思うんですけどやはり地元の地元ここ松阪ですからねえっと気合い維持ということでえ柴崎の方を上に見てみました、えー、柴崎も軍事も一応あの 最後の山崎の頑張り田舎の伸び次第で逆転はあるんじゃないかなと思いますでやっぱり一成ですよね結局一成来ちゃうんじゃないかなと一応平原もないとは言えないんですけどねむしろ平原、えー、と見てみるといやそう。 悪くはないんですけどそれほどではないのかなとまあ特徴は渡部一成よりも前に前でレースできることだと思うんですけどえっと前の青森で落車しちゃってるんですよねそこの影響がまだ心配されるなという感じはありますあでもこちらは5にしてるのか えーと悩むとこなんですけど、まあ、そこがちょっと心配なのかなともっともあの仕掛けは良かったですからね準決勝後ろに支えてもいいから思い切った仕掛けを見せるという展開はあるのかもしれないです。 すすすいませんこれ5でで平原ですやはり渡辺は後ろを置かれるので、えー、っとまあ包んでしまえばチャンス青森記念のみたいに一気に前に迫るということはあの新山兄弟に迫りましたし、えー、迫るってことはあるかもしれないんですけどこれはあの5ですあと新山じゃなく渡辺勝成じゃなくて平原ですね そこを平原がうまく合わせてしまうだ足がどこまで戻ってるかってことですよねえー、っと平原の仕掛け以下では諸橋も突っ込んできますしあと山崎の粘りっていうのもあると思うんですそれにですね金子 金子はなぜかというと柴崎が行為を取ってそこからまくってきたときに金子って縦の足ありますからねそう縦の足で外をこう外にあの自力選手があのもつれた場合に最後、まあ、外中突っ込んでくるんじゃないかなというのでこれは6八は結構穴戸。 穴で面白いんじゃないかなと思いますどちらにしましてもあの山崎の叩き先行に田舎が離れずについていくという前提で田舎を狙っていきたいと思いますはい、えー、以上共同、えー、通信支配決勝戦松坂競輪場の G2、えー、予想をお送りいたしましたいかがだったでしょうか チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してますので、よろしくお願いいたします。また、最後の20秒で関連動画、動画プレイリストを表示されますので、お時間ありましたら、見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。